はい、今回はですね Wii U なんですね。まあ、前回の続きなんですよね。 Wii U はなぜ失敗してしまったのかシリーズ第3弾になります。で、このようにパンフレット見ていると Wii U って本当にねシンプルなゲーム機なのかなと思いますよね。いや、確かに本体小さいし、まあ、ゲームパッドはでかいんですけど、まあ、こうやって見るとね、あ、PS4 とか Xbox One よりかなり小さいし、いや、これはいいなと当然思ってしまいますよ。で、ただこれ気をつけなきゃいけないのは、まあ、何でもそうなんですよね。あんまり目立たせたくないものは映ってません。当然この2つだけでゲームなんて動きませんよね。そもそも電源がない。はい。で、Wii U の場合は外部電源なので当然 AC アダプターになります。AC アダプターがね、 Wii U っておそらく任天堂史上一番でかい AC アダプターだったんですよ。で、さらにあのね、ゲームパッドも電力が必要になりました。バッテリーじゃ動かないので、まあ、バッテリーはバッテリーか、乾電池じゃ動かないので、ね、専用の AC アダプターが必要になります。で、実際動いている映像に切り替わりましたが、まずこちら本体で、こちらがゲームパッドと。で、よくあるね、チラシ、パンフレットではこの2つが載っていますが、これじゃあどう見たって電源オンにできません。電源オンにできませんので、当然このね AC アダプター、任天堂史上一番でかい AC アダプターが必要になります。ドーンとでかいですね。かつて Xbox360 の AC アダプターを笑っていましたけども、それよりはマシですけど、まあ、でかいです。当然ゲームパッド用にもね専用 AC アダプターがあります。で、こちらはですね、またやっぱり専用コネクタになっているため、なかなかこう汎用のパーツが使えないというものになっちゃってます。ただ 5V 程度なんでね、うまくこの端子が合えばモバイルバッテリーでも駆動できるとは思います。 USB ケーブルはね一応売ってはいますね。で、こちらもね Wii と間違えないようにまた専用プラグに変わってますね。で、ご覧のように Wii U のシステムを使うためにはなんと AC アダプターが2つ必要になります。これでコンセントが2つ埋まっちゃうんですよ。ここはねちょっとね Wii U のコンセプトとして良くなかったかなと思いますね。まあ、プロコンなんかも使う人は使いますんでね、これまた専用のコネクタ、ミニ USB になってます。で、これでまあ Wii U システムはだいたい揃ったかなと思いますが、当然 Wii U は Wii の互換機能がありますんでね、 Wii リモコンなんかも使いたいということになります。ただ Wii リモコンね、これだけあれば動くのかというとそういうわけでもないと。当然あのこちらですよ、センサーバーセンサーバーが必要です。いや、これもまたねケーブルがもしゃもしゃしてて扱いにくいんですね。で、だんだんこの周りがねこのようにぐしゃーっとしてしまいます。いや、これはちょっとねなえなえだといった感じですよね。はい、怒りの赤 LED に変わってしまいました。で、現役ならいいんですけど、現役ね、今はもうスイッチ時代に入っていて、今更 Wii U をやる場合ね、あえてこんだけのシステムをまた組むというのは、まあそんなスペースもないし、コンセントも足りないとかいろいろあります。そうだ、もう一つあります。こちらこちら、 Wii U はハードディスクドライブを拡張することができますよね。まあ、通常大きめのハードディスクドライブを買うとまた AC アダプターが一つ必要になります。いやー、 AC アダプターいよいよ3個目になりますよね。3個の AC アダプターというとメガドラタワーを彷彿させますけども、とりあえずねこのようにハードディスクドライブをセットするとこんなにたくさんなごちゃごちゃなシステムが出来上がります。これはねさすがに次世代機出ちゃって今となってはちょっとね、Wii U のためにこれだけのスペース、コンセントを使うのはもったいないということなんで、今回は
よりね、無駄なものを排除してこのシステムを構築したいというわけなんですよ。まあすごい劇的に減るかというと微妙かもしれませんけども、それでもね、やらないよりはすっきりするはずです。ということで、まあちょっとね、いらないものを削ぎ落としていきます。まあこのようにね、初期状態に戻しました。 Wii U 本体とゲームパッド本体の2つになりましたよ。で、当然ね、 AC アダプター2つ必要なんですけど、やっぱりね、こいつね、ゲームパッド用の AC アダプターはこいつに置き換えることができます。これ以前紹介しました。今年の初めだったかな、1年ぐらい前に紹介しましたけど、これ非常に便利で、あの先ほどのね、ちっちゃい方の AC アダプターを不必要にしてくれます。で、このようにセットすることによって、ここにね、あのでかい AC アダプターのコネクタを接続して、このもう一本ピロンと出てるやつをゲームパッドのね、この充電コネクタに挿すということで、 AC アダプターを一つ不必要、いらなくしてくれますね。これ非常に便利で、自分も現在使ってます。まあこのような USB も AC アダプターもいりませんってやつなんですけど、でこちらのね、でかい AC アダプターから両方に電力を供給してくれます。初めから任天堂やってくれよって感じだったんですけどね。はい。で、このハードディスクも、バスパワーっていうのかな、バスパワーではなくてセルフパワーってやつを使うことによって、まあ AC アダプター不必要にできます。 AC アダプターなしでね、運用できます。その代わり、Wii U でやる場合は USB のコネクターが2つ必要になってきますね。なので2個潰れてしまいます。このようにね、二股に分かれたやつを使わないとハードディスクが回転しませんでした。まあ、これによってね、AC アダプターの問題からは少し解決するといったところでしょうかね。はい。自分これずっと使ってます。便利です。さあ、センサーバーですね。センサーバーも、まあ、電力とかいう話じゃなくて、あのケーブルがね、ごしょごしょめんどっちいんですよ。で、こちらの無線センサーバーを使うことによって、かなりシンプルになるんじゃないでしょうかね。ごしゃごしゃだったあのフェムクジャラみたいなね、あれがなくなりますんで、かなりシンプルになりましたよ。まあ自分が提案できるのはこれぐらいでしょうかね。はい。まああとは通常のゲームパッドの他に必要なね、コントローラーはこのようになってしまいます。あとこのでかいやつですね、でかい AC アダプターは、これはもう必須ですね。なのでさっきよりはちょっと 30% ほどね、スッキリしたかなと思います。で、このハードディスクも取っちゃうことができます。最近はね、大容量の USB メモリーも出てきましたし、USB メモリーは一応 Wii U、任天堂は非サポートなんですけど、動きます。動作しますんで、まあ、Wii U にこの USB、メモリーか、大容量のものを使えばね、ハードディスクの代わりになりますし、もっとスッキリさせたいっていうんであれば、こちらのね、SD カード 1GB なんてのを用意してしまえば、もう本体にね、スポッと入ってしまいますんで、非常にスッキリしたシステムになるんじゃないでしょうか。といった感じでしょうかね。はい、いかがでしたでしょうか。で、まあ特に場所問題ないよとか、コンセント余裕だよっていう場合はね、別にいいんですけど、まあなんとなくこうスッキリさせたいとか、もう主力機じゃないからそんなにね、繋いでおきたくない、ごちゃごちゃさせたくないっていう場合は、今回紹介したような方法を取ることによって結構スッキリさせることができます。まあ、自分もね、こういろんなゲーム機をつないでますんで、本当にこの辺のね、コンセントの数とかケーブルのごしゃごしゃ感をなんとかしたいと日々考えていますんでね、少しはね、こう参考になればよかったかなと思います。ということで、今映ってるのがね、ビフォーアフターだったんですが、映像の方は行ってしまいましたね。ちょっとね、じゃあ同時に比較してみましょうか。
こんな感じでね、かなりパーツ点数を減らすことができたと思います。まあベストかどうかというと、まあベターかなというぐらいなパーツ点数の減り方なんですけど、まあやらないよりはだいぶマシになったかなということで、まあ自分はね今こんな感じのシンプルな方法でつないで運用しています。まもなくね Wii U の、ダウンロードソフトが終わってしまうということで、まあこういったねメンテナンスもしていました。ではまた。